カノンの調べ、日本の素敵は色とりどり、小粋稲瀬のカノンの調べ、なでしこ学おかみちえがお届けする和心メッセージ。はい、今日はね、8月11日山の日ということで、今日から夏休みというかお盆休みの方も多いんじゃないでしょうかね。私も今日来るとき電車で来てるんですけど、もう最寄りの駅でダイヤが違う乗り換えがって焦りましたけれども、意外とあの人混みがなかったので乗り換えがスムーズにね、あの進めたので、思ったよりか早く来れる感じでした。でもね、皆さん今日日常と違って一日楽しみが始まるんじゃないかと思いますね。これから夏休み楽しみたいですね。今日もそろそろ始めましょう。四季折々の家仕事、それは旬の食べ物から習慣、生活の知恵に際し春夏秋冬を織りなすたしなみ帳ということで、なんとですね、この暑い最中ですけれども、今日は秋その1となります。びっくりですね。はい、二十四節気いつも勉強しておりますが、秋の一番初めですね、13節ということで、一応一般的な文言を読ませていただきますと、初めて秋の気配が見え始める頃、ここからは残暑となりますということで、もう全然残暑じゃないですねって思ってる方いっぱいいると思いますけれどもね。子どもの頃、私夏休み先生にはがきを書くのに、毎年違いますからね、ちょっとずつ1日2日母に、今日は残暑じゃない、今日は暑中っていうのを確認してからお手紙書いてましたけどもね。今年は8月の8日から立秋ということで、8月22日までが立秋という期間になっています。ですがね、今年は本当に猛暑ですよね。ですね、データによりますと、昨年の猛暑日は6月から9月までの間の6、7、8、9、4ヶ月で16日間だったそうです。今年はすでに先週の8月5日で16日間、もう更新してますよね、明らかに。今週まだすでに暑いですからね。昔はちょっとね、運動してる方もね、暑くても我慢して水を飲むだとか、そんな時代があったと思うんですけれどもね、今ちょっとね、時代と年代とともに違くなっている、体に危ないっていうことがあると思うんですけど、実感してる方多いと思うんですけれども、私ちょっと調べましたらですね、年代ごとに東京のその暑さに関する数字が出てまして、猛暑日、さっきから言ってます、今年先週でもう16日になりましたっていう猛暑日が、1980年代ですね、その時には猛暑日はその1年間の間で10年間の平均で9日間だったそうです。でそれが1990年代になると37日で、2000年になると36日、まあ平均的なところなんでしょうね、きっとね、36、37。それがですね、2010年、今よりかもう10年前ですね、その10年代の時の10年間の平均がなんと80日間になってるそうです。だからもう2020年代、今の時代で取ったらおそらく100を超えるんじゃないかと私は予想してるんですけれども、もうね、ちょっとね、あの日陰で休んでとかそういうのじゃ済まないぐらいになってますので、今熱中症警戒アラートっていうのも朝ね、天気予報でやってたりしますし、ネットでも調べられますし、あと運動する方はあの本当の気温以外も暑さ指数っていうのを調べた方がいいっていうのを、あのここのところニュースとかでもやってると思いますね。先週とか先々週、結構部活帰りのお子さんとか部活中とかに具合が悪くなって倒られたとか、そういうのありますので、そういうね、対策とかも今までとは違った感じで進めていかなきゃいけないんじゃないかと思います。私ね、甲子園が好きでよく見てるんですけれども、今年からねちょっと話題になってますけれども、甲子園にクーリングタイムというのが入りまして、5回が終了した後に10分日陰に入って裏で、冷たいベストを着たり、クーリングの首のものをしたり、
水分を取ったりということで、理学療法士の方が付き添ってそういうお休み時間を作った、10分間らしいんですけどね、それでも違うということで、今年からそういうクーリングタイムが設けられたんですけれども、それでもクーリングタイム導入しても、1日に何人か熱中症で担架で運ばれたなんていうニュースを見てますので、この間文部科学省の大臣が、クーリングのそのを始めたけれども、甲子園とかも運動してる人さらなる対策を講じてもらいたいっていうコメントを出しておりましたので、もうね、大々的になんか時間帯を変えるとか、開催日を変えるとかするぐらいの対策が必要なんじゃないかなと思いますね。そういうのがあって、きっと部活全体、今多分ねこの暑い時期でも部活をやってる子たちはいると思うので、学校だけじゃなくて自治体とか政府とかもっと大きなところで事故がないように取り組んでいただきたいなと思います。でね、いろいろ熱中症にいい飲み物ってありますけど、私の一押しはやっぱり麦茶です。ポカリとかね、そういうスポーツドリンクもいいと思うんですけれども、やっぱりナトリウムカリウムなんか入ってますが、ちょっと少なめなので、そこに塩と砂糖をちょっと足していただいて作るといいんですけれども、ミネラル麦茶という形でプラスするとスポーツドリンクと同じぐらいの効果があると言われています。あまり入れすぎても腎臓に負担がかかりますので、割合としては 200ml の麦茶に塩が 0.2、 砂糖が 5g ぐらい入れていただくといいと思います。私のおすすめの麦茶が一つありまして、これ絶賛ごひいきなんですけれども、東京麦茶という麦茶がありまして、これ私の地元練馬区にあります川原製粉所というところで作ってるんですけれども、昔ながらの焙煎の仕方で焙煎している麦茶になりますので、これ香りもね味も甘みも違いますので、ぜひね皆さん試して飲んでいただきたいなと思います、ね、スポーツマン、お子さんは麦茶ですけれども、大人の皆さんはこんな気分じゃないかなという曲を今日はかけたいと思います。はい、シシドカフカさんで100年ビールお聴きください。はい、シシドカフカさんで100年ビールをお聞きいただきました。ビールね、飲みたくなりますけれども、熱中症対策にアルコールはちょっとダメですので、熱中症対策の時は別のものを飲んでいただいて、ビールは夜なりお休みの時に楽しんでください。もう一つね、私のおすすめの熱中症対策飲み物をご紹介したいと思うんですけれども、なんとなく私の話をよく聞いていただいている方はお気づきじゃないかと思いますが、味噌汁です。味噌汁ね、いいって私何回も勧めているのですけれども、熱中症対策に味噌汁がすごくいいんですね。っていうのも、味噌には電解質の中でも重要なナトリウムイオンっていうのがいっぱい入ってますので、とてもいいです。発酵食品であって味噌は腸内環境も良くしてくれるので、夏バテで弱ってる胃とか、ちょっとね冷たいもの取りすぎている方とか、あと夏ね便秘になりやすい方も結構いらっしゃるそうなんで、そういう方にも予防効果が期待できると言われています。味噌はですね、平安時代の文献にも出てくるぐらいとても古い調味料なので、皆さんね食べたことないって方いらっしゃらないと思うんですけどもね、かつてはね多くのお家で手作りして手前味噌なんてことをしてましたけど、最近は市販の味噌を使うし、ね、お家が大半だと思いますね。ということで、味噌を作る家も減ってきた。そしてなんと私はねほぼほぼ毎日飲んでいます。下手したら1日2回飲んでるんですけれども、味噌汁を飲む日数が減っているという報告がありまして、まさにうんうんうんと近くでうなずいている人がいるんですけれども、このねデータがちょっと面白いって言ったら私的にはあれなんですけど、20歳以上の男女1万人を調査した結果がございます。ほぼ毎日味噌汁を飲んでいる方は 24.3%、 4人に1人。ここはどうでしょう、毎日飲んでる人、私だけ1/4、あ、1/2 まあほぼほぼ結果に近いってことですね。で、週に2、3回っていう方が 23.4%、 ま
まあそんなに変わらない。週に4日から6日飲んでますよっていう方が 20.2、 まあそんなに大差ないってことですね。で全く飲まない人が手を挙げてますね、 4.8% なんですが、週に1日以下1回以下しか飲まないっていう人が全体の 32% もいるんですって。ってことは3人に1人は週に1回も味噌汁を飲まないという、私としては大衝撃な結果となっておりますが、味噌汁ねやっぱりお腹にもあったかくて、あの水分の吸収もいいのでぜひね飲んでいただきたいと思います。朝の味噌汁がおすすめです。あのあったかい味噌汁が苦手な方は冷やし味噌汁っていうのがあって、あの冷や汁みたいにあのきゅうりとかねしそとかみょうがとか、それをもうお湯使わないので簡単です。水に味噌汁の具をそういうで入れて、鰹節とか顆粒だしを入れて味噌を入れて出来上がりですので、ぜひ試してみていただけるといいと思います。味噌汁で夏を乗り切りましょう。アレンジ次第で素敵も変わる、心を豊かにするものはすぐそばにあるのではないでしょうか。毎月第2第4週は色とりどりに、小粋、稲瀬、カノンの調べ。